はい、どうもこんにちは、とのまるでございます。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコースリクエストをいただきました。夜の草原を駆け抜けるスピードラン 0.42%。 さあ、ゴール条件が1回もダメージを受けないでゴールだそうではございますけれども、まあまあまあチビ状態なんで、そもそも、別にこう、まあゴール条件のことは多分そんなに気にしなくても大丈夫だとは思います。10コインとかは別に条件とは関係ないので、まあとっても取らんでも、でパウさえ発動してしまったらブラパ倒せる。これ多分右押しパできる。ここで飛ぶ。ここちょっと待って、一回さ、こう行くだけの時間の余裕ってあるんかな。あそこちょっとね、何気に難しいんだよね。あの足場地面がなくなった瞬間に落下しながら、そのだからジャンプをしとくみたいな感じなんだよね。で、あの丸々に触れた瞬間にジャンプ入力が入ってるからいけるみたいなことなんだけど、あれちょっと普通に難しいよね、ギミックとして。まあちょっと一回ちょっとこの進み方で行ってみましょう。わっと、あ、そっかそっか、ゴール条件だわ。なので、ここまず一発撃って、この辺もだから、ここ難しいね。ここら辺でもう撃っとくみたいな。そんな、ちょっと待って、つっかえたけど、まあいけてるから OK。 3発撃ちます。で、2発撃っときましょうね。ここも撃っとかないと。難しいね、難しいね、難しいけどいけてはいるよ。クレーン多いね、このコース。なんかあるよ。時間がどうだ。いや、間に合って、全然間に合ってない。全然思ったより間に合ってなかったね。はい、トントントンからの、もうあんまり余計なクルンとかせずに、こう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 、オッケー。どうですか、表面にさえ帰れたらワンチャンゴールなんじゃないかなとは思うんですけど、レロ、あ、レ、レ、ちょっと、あの0秒と0秒が合わさって今レロ秒って言いそうになったわ。オッケー。というわけで、コースアイデアやられました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。一発ネタ71、クリア率が 0.26%。 ゴール条件がなんかジュゲムの雲に乗ったままゴールで、クリア率 0.26%。 ジュゲムの雲なくね、これ。ファイアフラワーは取った方がいいの。う、あー、ここにあるわ、この1個下。じゃあこれに乗って下降りていけば、あ、そっか、雲が消えるから急がないとって話か。ここら辺のラインだったっけ。ここだ、これだ、これに乗って、でもこれ降りていってゴールまでたどり着くだけの話っちゃだけの話。ちょっと待って、降りんのむず、降りんのむず。結構勢いついちゃったら降りれないんだ。なるほど。まあまあでもいけるんじゃないかなと思うけどね。あのね、制限時間は別に気にする必要ないと思うんですよ。そんな、そこはシビアじゃないと思うんです。どっちかっていうと、雲の時間、雲が消える時間をとにかくケアしていかないとっていう。これ勢いつくとめっちゃ、あれ、ここで消えるか。なるほど。で、ここまで来いと。制限時間は大丈夫だね。いや、クリア率 0.6% は伊達じゃないね。ここか、このラインで合っている。とにかく、あー、行き過ぎだな。行き過ぎたら多分一回行き過ぎただけでもダメなんだろうね。はい、乗ります。もうとにかく行き過ぎないことを大事に。多分一回行き過ぎたら多分もう時間が間に合わねえから、ストップ、とにかくブレーキ。行き過ぎないように。ちょっと待って、行き過ぎるな。ちょっとさ、もう、むずいな。めっちゃむずいな。これだいぶ難しくないか。いや、結構これいっちゃうよ、やっぱり。下降りんのむず。こう斜めに入ろうとするんじゃなくて、もう完全に止まって真下に降りるみたいな。いや、全然間に合わんな。あ、今回早いよ、今回。あー、ちょっと待って、ちょっと焦った、ちょっと焦ったけど、まあでも惜しいんじゃないか。うん、やっぱブレーキが大事。こう反対方向にしっかり止まるっていうことを。オッケーオッケー、早いと思うよ割と。ここ、あ、早い早い早い。悪く、あ、いけたんじゃないか。オッケー、やった、いけた。超激ムズ、夜空の空中ゲーム、エアーゲーム、1アップキノコを2個取ってからゴール。さあ、ゴール条件が1アップキノコを2個取るということなんですけれども、なるほど、落下していく系か。ただちょっと待って、これ普通に、あれだ、ちょっと重力が違うな。あの、よくある落下コースってさ、ずっと何もしなかったら敵と同じスピードで落ちていくっていうコースばっかりだけど、これあれだ、重力が低重力空間だから敵よりちょっと落ちていくんだね、ほっといたら。ってなったらこれ微調整えぐいんじゃない。まあほっといたら落下していって、くるくるしたら上上がる。で、なんかさっきさ、ちょっとヒップキャンセルしてみてもさ、なんかヒップキャンセルあんまり上に上がってる感じしなかったから、このコースにおいてヒップキャンセルはあんま必要ないと思うんだよな。くるくるでとにかく上行って、
で1アップ取ってでちょくるくるをもっとしとこうもっとしてもっとしてこれより上行ってここに行けばいいんじゃないの。でも最終的に1アップキノコ2個取ったんでめちゃくちゃ下まであるんだ。時間はめちゃくちゃ余裕あったんだね。さあこれで表運回転、あこれでゴールなんだ、よかった。中級者卒業、ストレス発散、140秒スピードラン、661分の0。さあというわけでここまでクリア者が出ておりません。やってまいりましょう。まあこのコースをクリアできたら、まあ制作者さん的にはもう中級者を卒業、中級者卒業ってことはもうあと上級者しかない。え？まあまあってことはここは普通にこう上にあれ隠しブロックがあるんかなと思ったけど、そういうわけでもないんかな。普通にこういけばいいんかなっていう感じでしたね。ここはここのトゲ怖すぎるな。まあ中級者卒業ということはもうこのコースクリアできたら上級者に片足突っ込んでると言っても過言ではないんじゃないか。そんな気持ちでここ入っちゃいけない隙間なんじゃないかなと思いましたね。まあでもそのゲームの実力みたいなことで言うならば、もう自分はね本当にもう永遠の中級者なんで、もうやっぱり上級者、やっぱりもう上級者って言われる人たちのあのレベルにはちょっとやっぱついていけないかなわんなっていう、やっぱりもう自分は本当せいぜい中級者としか、まあいいよ、まあ初心者ではないかなとは、さすがに今マリオメーカー結構やってますんで、まあ初心者はさすがに抜け出せるかなと思いますけど、まあ本当に自分のことはもう永遠の中級者だと思ってゲームやらせていただいてますね。ここは多分普通に右、ここ怖すぎるな。加速が急に来るからもう乗ったぐらい、こんぐらいで行っちゃっていいんじゃないかっていう感じしたね。まあまあ突っかえてもまあまあいけんことないか。はい、オッケーで、ちょっとブレーキしつつ君を持っていくんだね。持っていけんくない？え、ここ、え、壁キックってできる？あ、普通にできるわ。あ、普通にできるんだ。そうなんだ。オッケーオッケー。で、これでこう蹴っ飛ばしてこうね。オッケー。普通にボム兵を持って、壁キックってできるんだね。初めて知ったわ。さあ、というわけで、ここ飛んで、ここはこういって、ここブロックがそうだよね。さすがにあるよね。ないと無理だもんね。三段ジャンプ？まあ別に三段ジャンプでもないのか。ここで三段ジャンプなんだ、えぐ。ちょっと待って、ワン、ツー、サン、あ、ミスった。まあそしたらここの壁ぶっ壊してこっちに一気に来るっていうやり方も、まあボム兵がいるからできなくはないですけど、まあまあまあやんない。ちょっと待って、三段ジャンプがそこで出ちゃうのは違うんだよな。ちょっと待って、ワン、ツー、三段ジャンプ、オッケー。あ、あ、ここはもういいんだ。もう一回三段ジャンプやるんかなと思ったけど、別にそういうわけではない。なるほど、もっと高い位置だね。さあ帰ってまいりました。割とフルの高さをキープしといたら飛び越せるんじゃないかな。でここはまあスピンをしっかりと決め、なるほどね、ここちょっと勢いをつけた方が、確実、なるほどな。はい、あーちょっと待って、ここ何マスだよ。6マスか、きついな。オッケー、ちょっと待って、めっちゃ緊張してきた。めっちゃで、今回ちょっとね若干タイムロスがあるんですよね。それが悔しいところではあるんですけれども、まあ一旦表面帰ってくることには成功しました。めっちゃクルーンしなさいよのマーク、オッケー。こっちまで来ることができました。しゃがみジャンプクルーンは問題ないでしょうと。なるほど、なんかめっちゃ難しそうだね。オッケー。まあちょっと今回もね正直タイムロスはある。ああ左に戻るんだ、そうか。あー、じゃあこれはでも分かってよかった。タイムロスがある時に分かってよかったわ。はいはい。でここ思いっきりこっちに抜けてからこっち来てのこう帰ってこう上の方、ちょっと待って、スピンだわ。はい、でここでそっかスピンをしましょうね。で違うな、こっちにこう入るんだ。でこのパウはオッケー、ここまで持ってくるという、ああ、三段ジャンプかと思ったわ。そっちか。バネの上乗っていきましょうねか。そういうことか。いや、ここ三段ジャンプではあるわ。ここから、ああ、違う。だから、うわ、ここえぐいな。ワン、ツー、三段ジャンプでオッケー。で、ピーフ、ちょっと使えたよ。一瞬使えたけど、そのぐらいの使えは、どうなのか。入っちゃいけない隙間、ドア入る。で、オッケー、ゴール、なんか一発でいけたわ。最後のとこちょっと一瞬よく見たら怖かったね。なんか多分右に出てくるなと思って左にとりあえず飛ぼうと思って飛んだらなんかたまたまハマったわ。やった。